野手対野手対8月17日から1945年8月6日は日本の朝鮮総督府内務官僚弁護士幹線県知事同志社高等商業学校長茨城県豊田郡出身自由民権運動家の手一郎の長男として生まれる同志社普通学校第二高等学校を経て1904年 東京帝国大学法科大学を卒業。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。大蔵省に入省し、主税局属となる。その後、党官府に転じ、以後、朝鮮総督府陳南浦税官庁、同釜山税官庁、同事務官、同定信局会事課長、同会員審判所長、同英林省長などを歴任し、1924年に退官。 1927年5月、埼玉県知事に就任。同年11月、和歌山県知事に転任。財政難のため産業振興など必要な経費の多は、相当の節減を実施した。1929年7月、知事を休職。同年8月8日、異岸面本館となり退官した。その後、広島市で弁護士として活動。 1938年12月、同志社からの婚生で同志社高等商業、学校長に就任したが、教員の経験がなく、また同志社本部への強い主張を行ったことなどで、圧力が生じた。そのため、同志社は定年制を適用したため、1941年8月に校長を退職した。その後、再び、広島市で弁護士となるが、 1945年8月の原爆投下により死去した。ありがとうございます。